皆さんこんにちは。東京工科大学メディア学部の伊藤です。本日は作曲のコツ、反復と変化の融合というタイトルでお話をしていきたいと思います。まず作曲において大切なことはと今見出しをつけましたけども、作曲といってもまあいろんな形がありますけども、まずまあ基本的な内容としましては反復と変化、それをいかに時間軸上にデザインするか、まあ音楽でこうデザインというとちょっと、違和感、覚える方もいるかもしれませんけども、まあ楽曲曲はこう3分4分ってこう時間があるわけですね。でその中にその反復と変化の要素をどういうふうに、置いていくのかということに尽きると思います。まず反復というのは特定の内容を印象づける、つまり同じものが繰り返されることによって人の意識ですねの中に記憶として定着すると、これはある種こう統一性というか同じものがすることによってあこれはこういうものだなということがはっきりと認識できるわけですね。それに対して変化というのはそれまでになかったそれまで起きてなかったものに対して新しい内容を付け加える、付加するということですね。でこれはつまり新しいものが入りますから何が起きるんだろうという、まあ、興味の拡大につながるわけです。つまり多様性ですね。ですのでこう見ていきますと反復と変化というのは、まあ、それぞれこう相反する内容であるというふうに言えると思います。でその下に作曲コンポジションとこう書きましたけども、まあ作曲にはいろんな形があるわけですね。今私がお話ししている作曲というのも非常にこう漠然としたもので、特定の何かこうスタイルとか楽曲の在り方をお話ししているわけではないんですけども、まあ、そもそもこの作曲、まあ、英語でコンポジションと呼ばれるものは、構成配置というのが本来の意味になります。この構成配置ということを考えますと先ほどその時間軸上にですねどういうふうに音楽をこう展開させていくのか、どういうものをこう変化反復ですね、置いていくのかということが、まあ、こうつながりを持って聞けると思います。で、音楽における反復と変化ですけども、今これは2つの例をちょっと今日持ってきていますけども、まず最初ですね、一定間隔で同じ高さの音が続く、まあ、これが反復ですね。ここ今書かれているのは4分の4拍子、1小節に四分音符が4つあってですね、1小節に4つ1、2、3、4と音が続きます。で2小節目もやはり音が4つあって全部こう4つ音があるんだけども、全てドの音ですね、ドという高さの音をですね、ピアノの鍵盤の中央のドですね、この音を鳴らします。聞いてみてください。はい、この場合ですと同じ音が続くので、今ここ切れてますけども、また次もこういうふうに展開するんじゃないか、続くんじゃないかというので、ある種まあ予想が容易なわけですね。ただし予想が容易ということはつまり、この予想通りの展開になるわけですから聞き手は飽きてしまうわけです。でもう一方のじゃあ変化ですね、変化する場合、これは上の今聞いていただいたものと同じように1小節に4つの音がこう入ってるんですけども、ご覧になって分かるようにですね、音がこう上がったり下がったりですね、こうランダムに不規則に音の高さが変わってきます。リズムは全く同じなんですね、トン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 とこう続くんだけども高さが違います。これもちょっと聞いてみましょう。はい、まあ、今日はここでおしまいにしますけど、これがずっと続くもしも曲があった場合ですね、これどんなふうに展開するのかなっていう、つまり予想が困難なわけですね。で予想が困難ということはつまり、
この次どういうふうに展開するのかなっていう方向性ですね、まあ、意図といいますか、それを聞き手は把握できないわけです。で、把握できずに飽きるということなんですね。つまり反復すればいい、あるいは変化を加えていけばいいというふうな単純なものではないんですね。それをこう徹底してやってしまうと、聞き手は、まあ、いずれにしても飽きてしまうということなわけです。はい、じゃあそういうふうに聞き飽きさせないようにするにはどうしたらいいのか、まあ、工夫が必要なわけです。で、ここでは、まあ、工夫の一例としてですね、紹介をしたいと思いますけども、まずは、リズムを変化させると。先ほどは1小節に4つの音、四分音とか4つのリズムでしたけども、これ見ていただくと分かるように、だん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 こう1小節に入る音符の数が細かくなっていくんですね。音の高さは先ほどと同様に、どの音がついて音のその高さの変化はないんですけども、リズムが変わっていきます。で、最初は1小節に四分音符ですね、こう4つに分かれた、ですね、音符、四分音符があるんですけども、これが曲が進むに従って8分音符になって、途中こう8分音符の3連符なんかが入って、それからこういうふうに今度16分音符、線が1本増えますね。1小節をこう16分割するリズムに変わっていきます。はい、でこれをちょっと聞いてみましょう。この辺随分リズムの変化がありますけども、そうすると同じ音で、まあ、これはある種どの音が続いているという反復ではあるんですけども、だけども変化の要素としてこのリズムが、まあ、加わっているということなんですね。で、これ何がここで生じているかというと、最初の四分音符に対して、後の方は16分音符という、こういうリズムが、まあ、荒いというか、リズムの目が荒いのと細かいというですね、こういったコントラストが、ここに生まれてくるわけです。はい、下の例ですけども、今度はこれは方向性を持たせて音高を変化させる、例として上高、これ上高と言いますけども、音がだんだんこう上がっていくというですね、形で今回やってみたいと思いますけども、今度これ見ていただくとですね、リズムは先ほどのこの四分音符4つ1小節に入るリズムで、どこもリズムの変化はありません。どこも四分音符が1小節に4つ入って、それ以上リズムが細かくなることはありません。ですが、音高を変化する音の高さが、変わっていきます。上の例はこれ変化ないんですね、ずっと水平なんだけども、こちらの方はだん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 音が上がっていくと。それから、ここにちょっとこう青とですね、赤で矢印引いていますけども、青いのはですね、順次進行といいまして、まあ、言うなれば階段ですね、建物の中にある1階から2階にこう上がるというような、階段がありますけども、まあ、2階、3階、3階、4階、ありますけども、まあ、階段を1段ずつちゃんとこう飛ばすことなく、順番に上がる。なのでドレミファとこう音をですね、飛ばさずに上がっていくのに対して、こっちレミファソですね。で、この3小節目に来るとミソドミと、途中のファとかラとシ、での音がここないんですね。なので、まあ、階段の例で言いますと1段飛ばしとか2段飛ばしで音がこう上がっていくんですね。で、この、こういうふうに音をこう飛ばしていく進行は跳躍進行と言います。ですので音がだんだん上がっていくといってもですね、順番に上がっていく進行と音をこう飛ばしてですね、跳躍して進行する、この2つを今使っています。なので楽譜苦手という方はですね、音符見なくて結構ですので、この青い色とですね、この矢印の方向を見ていただけたらと思います。はい、あと今これドレミファとか、あとこれミソドミって音の並びを言いましたけども、実はこの1拍目ですね、1拍目それぞれのこの流れを見るとですね、この緑色の丸く囲った部分ですけども、ドからレ、
それから「み」から「ファ」、このそれぞれの小節の一拍目が「ド」「レ」「ミ」「ファ」と、この開始音自体も、各小節の開始音自体も少しずつ音の高さがこう変わっていっていることが分かると思います。はい、じゃあこれも聞いてみましょう。どうでしょうかね。統一性といいますか、反復という点で言いますと、リズムがずっと1小節に、4つの四分音符が4つの、こういったリズムで、繰り返す反復、それから上降を繰り返す、上に上がるというこの繰り返しをするんだけども、だけどもその中で、順次進行、跳躍進行、これある種この音がどういうふうに進むのかなという方向性を示していますよね。この方向性というのはこういうふうな、音がどういうふうに、この先展開していくのかという、その、聞き手にその、方向性を印象づけるような、ものになっています。ですので多分これ次上がるのかなという、こういうふうになるわけなんで、これ自体もあまり繰り返しすぎるとやはり飽きてしまうんですけども、ここだけの内容で言いますと、やはり順次進行と跳躍進行というこういうコントラストが、ここで、生み出されていることが分かると思います。で、今コントラスト、つまり対比なわけですけども、この言葉を使いました。じゃあ音楽においてはこのコントラストってどういうものか、見ていきたいと思うんですね。例えば、先ほどもリズムって言いましたけども、その音が鳴らされる時間ですね、それが長いか短いか、こういうことですね。それから音の移動距離、これは音程といっても差し支えないかと思いますけども、先ほどの例のようにどの音が続くような同音であったり、それから、今、直前に見ました順次進行とか跳躍進行ですね、こういった移動の距離ですけども、それから音の方向性、水平であるのか、上の方に上がっていくのか、あるいは下がるのか、こういった形でですね、コントラストがあるわけです。その他、音の強弱ですね、強い弱い、それから音色の場合ですと、これは非常にこう、主観的な感覚になってしまうかもしれませんけども、明るいとか、ちょっと暗いなとか、柔らかい音色だな、あるいはこうなんか金属的な硬い感じがする等とですね、こういったコントラストがいろいろとあるわけです。で、聴き手を飽きさせない音楽を作るにはどうしたらいいかというのは、つまりですね、このコントラスト対比を考えながらですね、反復と変化のバランス、反復と変化をバランスよく織り交ぜると。なので単にこう反復する変化をするでなくて、その音楽を構成する、音程とかリズムとかですね、ハーモニーなんかもそうでしょう、そういったものをですね、バランスよく、コントラストを意識しながら、持ち込んでいくと、音楽の中にその、組み込んでいくということが、そのまずは聴き手を飽きさせない工夫の一つとして、挙げられると思います。はい、では次にですね、今までお話ししたことを踏まえて実際にメロディーを作っていってみたいと思います。コントラストを考えながら、反復あるいは変化を、そこに持ち込んでいってメロディーラインを作っていきたいと思います。で、まず上の方のこの動きですね、メロディーラインちょっと一回聞いていただきたいんですけども、先ほどお話ししましたように、音がどういう方向に向かっているか、上がっているか下がっているか、あるいは水平か、それから、リズムですね、どういうリズムが鳴っているか、ちょっと聞いてみてください。はい、最後の方、細かい音符が続いてますけども、順番にちょっと見ていきたいと思いますけども、この1小節目ですね、ここのところ、単独で鳴らしたいと思います。こういうメロディーラインでした。はい、
ドドレミドっていう動きですね。ですね、ドドレミド。これを先ほどの矢印、色付きの矢印で示しますと、最初はドドレミ、まあ、ここちょっとドドと足踏みしてるんですけども、まあ、順次進行と、流れで見て、しまいたいと思います。ドレミとこう上がっていますね。で、青色です。順次進行です。で、矢印の方向は上向きですね。で、それに対して次のミードというのは音が下がってるわけですね。で、単に下がってるんじゃなくて、間のレの音を省いてミードと。なので、もうこの1小節間の中でコントラストが作られていることが、お分かりいただけると思います。順次進行に対して、これに対してここが跳躍進行と、それから、上降に対して下降ですね、上がるのに対して下がる、下降するという、そういったコントラストがあるわけです。で、今こういうアイデアといいますか、ある種のこう音楽的な、アイデアですね、それを、考えたわけですけども、さあその次どういうふうに展開しようかといった場合に、反復するか、あるいはこれとは全く違うメロディーラインを付け加える変化を置くのか、2つあるわけですね。で、私はこういうふうにしました。はい、先ほどは、で、ここでは、聞いていただくと分かりますように、リズムは全く一緒なんですね。ドドレミドタンタタタンタンに対してタンタタタンタンでレレミファーレとなります。じゃあこの音型を見ていきますと、音型もですね、同じなんですね。つまりレレミファレミファという順番に音が上がっていくのに対して、ファーレ、途中のミの音を省いてファーレと、こういうふうに下がってます。なので、ここの部分を見ていただくとですね、楽譜苦手な方はこの、矢印を見てほしいんですけども、この矢印の組み合わせ、形は全く1小節目と同じであることが分かると思います。ただ完全な反復ではないんですね。音の高さが変わってます。最初これドから始まっていましたけども、ここではレから始まってるんですね。なので、これが、変化といえば変化なわけです。ただ大きく見ますと、ここの部分は最初の音型を繰り返してるねとなります。で、単純な反復を繰り返さないで、こう何かしらこう変化を加えるというのは、これも非常に、音楽を作っていく上で重要な点になります。はい、で、今繰り返しましたので、次いきますと、順当にですね、この通り従っていくとですね、ミミファソーミと行きたいところですけども、私はそうせずにこうしました。今聞いていただいた冒頭の部分は、前のこの2小節それぞれの形に似てるんですけども、その後ちょっと変化するんですね。これやはり同じように矢印をつけていきたいと思いますけども、ミミファソ、こういうふうに同じように、ドレミ、レミファ、ミファソと音を飛ばさずに上がったんですけども、この後下がらずにですね、逆方向に飛ぶんですよ。飛んだ後ですね、ここ大きな跳躍があるんですね。これも今までなかったものですね。大きな跳躍でこう上がるというのは、下がるのはあったんですけども、上がるというのはなかった新しい変化です。上がったなと思ったら次どうするかというと、ドシラソファミレ、ドシラソファミレ、この階段をですね、1段飛ばし2段飛ばしせずに1段1段丁寧に降りていきます。これも全然今までになかった、音楽の作りですよね。順番に上がっていくというものがありましたけども、こういうふうに下がるというのは、ありませんでした。なので頭だけはこういうふうに前のと似てるんですけども、でもミミファソーミっていくんじゃなくて、
音をこう飛ばしてですね、違ったフレーズを付け加えて、この3小節目、4小節目で、一つの大きなフレーズを作っていると。この後半ですとこういうですね、やはりこれが目新しいというか、今まで全くなかったフレーズなわけですね。もう一回全体を通して聞きましょう。はい、というようにですね、このタンタタタンというリズムが非常にこう耳に残るわけですけども、でも後の方でタン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 という細かい8分音符が続く、これによって次どういうふうに展開するのかなという期待を聴き手に与えることができるというわけです。で、今ここで説明したことをですね、もう一回ちょっと見ていきますと、つまり1小節目にあったのは、これは1回目とした場合、2回目ですね、繰り返します。で、3回目色変わりましたね。この3回目で、変化をさせています。で、これは音楽に限らず他のことでも言えると思うんですけども、同じことを繰り返すのは限度として通常3回、あるいは多くて4回ですね。2回ですとちょっと短いんですね。1回目2回目とこう変わってしまうんで、1回目2回目、あれなんか続いたな、次どういうふうになるんだろう、3回目で似てるんだけどもちょっと違うものが加わるって、これが結構やはりその先ほど言いました反復と変化の絶妙なバランスというか、この3回目で何かしらこういった似てるんだけどもちょっと違うよってものを入れると、非常に音楽に面白みが生まれます。はい、あと先ほどちょっと言いましたこの開始音ですね、これ見ていきますと、ドレミですね、順番にこう上がっていて、ミファソミファと言ってもいいんだけども、それを待たずしてこの今見ていただいたフレーズの中で最も高い音、この場合ドですね、1オクターブのドの音まで飛ぶという、こういった、隠された旋律線というのが見て取れると思います。先ほどみたいにドドレミドレミとこうファーって上がるんじゃなくて、ミドというふうにここの丸と丸の間も跳躍している、これも大きな変化なわけですね。はい、でこの最初の部分を、モチーフと呼びたいと思います。モチーフというのは動機とも言うんですけども、一般的に楽典でいうところのモチーフというのは通常は2小節ですね。2小節でモチーフと言います。どうしてかというと、2小節間続くとこの場合4分の4拍子ですけども、この4分の4拍子という拍子の間隔が確立するのが2小節という単位ですので、本来ですとこの2小節間を持ってモチーフで、この1小節目は部分動機というのが正確であるんですけども、今回このお話ではここをちょっとモチーフと呼びたいと思います。なので上の方のまとめますと、これは1回目2回目でモチーフをこう繰り返して、3回目にこのモチーフを大きく変化させる、でも急に変えるんじゃなくて、この1回目2回目に繰り返したリズムを冒頭に持ってきて、おや続くのかな、でも違うよという一種のこういう期待を裏切るような作りになっているわけですね。その下の方はですね、これこう順番に矢印見ていきますと、これはですね全く同じ繰り返し、この上がる下がるという組み合わせが全く同じなんです。つまり1回目、2回目、3回目、4回目、まだこれが続くのかな、点点点点とこうなりますけども、見ていきますと、この場合はド、レ、ミ、ファと、はい、ある種見通しがこう立てやすい、立ちやすいというか、こういうふうに展開していくんだなってのが分かりやすいんですね。ですが上の方に比べると変化が乏しいわけです。ちょっと聞いてみましょう。もうこの辺に来ると何か
違ったものが欲しいなと思いませんか。先ほど3回目でここで3勝説明で変えましたけども、3回目も同じ、4回目も同じなんですね。もう一回聞きましょう。もうこの辺に来ると何か変わってほしいな、ずっとこのまま上がっていくのかなって思っちゃいますよね。上の方をもう一回聞きましょう。今のこの単純な反復に比べて上の方は、この音が下がることによって次何がまた起きるのかなっていう、こう期待をですね、聞き手に与えることができています。もちろん下のこの例がいけないんじゃなくて、まあ、これもこれとして何かしら一つの、なんて言うんでしょうね、これも大きなモチーフとして、これ全体大きなモチーフとして考えれば、十分こう作曲の中に盛り込むことができますけども、今この小さい4小節という単位で、その音楽の変化を見た場合はちょっとこっちは変化に乏しいかなっていうふうに、そういった印象を聞き手に与えてしまうと思います。最後にまとめになりますけども、作曲のコツですね、つまり、聞き手に曲の展開を予想させつつですね、適度にその予想を裏切る、まあ、そういった構成を作ることと、言えると思います。なので大事なことはですね、この展開を予想させる、今聞いていただいたように音がだんだん上がっていくのかな、同じリズムが続くのかなと思わせながらも、後半の方で音が下がってきました、まあ、そういうふうにして、私は予想を裏切るような、メロディラインを作ったわけですけども、まあ、こういったことですね。で、適度にってこれが難しいんですね、どれくらいがちょうどいいのか、バランスがいいのかっていうことはなかなかその口では表現できませんし、まあ、そういった答えが、ね、あるかどうかもちょっと、分かりませんけども、まあ、そのバランスをいかに取るかっていうところがむしろその、作曲者の個性であったり、あるいは、オリジナリティが出る部分かもしれません。で、このことはですね、つまり自身の創意に沿って、音楽を構成するさまざまな要素に反復と変化を与えると同時に、時間の経過にふさわしい展開と、それからコントラストを考える。なので今非常に短いフレーズしか私作ってませんけども、まあ、これをどんどん展開させますと、まあ、1分2分3分とこう曲が進んでいくわけですね。やはりその中で今お話ししたような、どの部分にどのタイミングでその反復なり変化をどの程度加えるか、まあ、そういったものを意識して曲作りを進めていくことが重要になってくると言えます。今日はメロディーラインを中心にお話ししましたけども、まあ、当然ハーモニーとかあるいはリズムについてもですね、こういったことが適用されますので、いろんな曲をですね、分析するとその作曲家なりあるいはアーティストの場合によっては癖とかですね、あるいはその人の独自性というものが見えてくるはずです。で、最後にですね、ちょっと授業紹介ということで、写真をお見せしたいと思います。こういったお話をですね、私は3年次の前期後期で、まあ、これ前期後期クラス違うんですけども、25名で作曲演習という、その演習授業でお話をしています。まあ、これがその授業の様子なんですけども、ですね、私が奥の方にこう座っていまして、で今これ学生が うつむいてるのでですね、これ楽譜を書いてる最中で、まあ、こういう曲を作るときにですね、まあ、楽譜も作ってもらうんですけども、書いてもらうんですけども、まあ、今お話ししたようなこういうことを考えながらメロディーを作ったり、あるいはリズムを考えたりということをしています。で、ちょっとこのまた違った角度から見ますとですね、ここのプロジェクターのスクリーンのこの画面ですけども、これはミディシーケンスソフトと呼ばれるもので、ここはですね、生楽器はないんですね。全部機械、コンピューターでやってるわけです。で、今学生の前にキーボードがありますけども、まあ、キーボードを弾いてですね、その弾いた情報をコンピューターに取り込んで、それをこうデータ化してですね、音を出すという、まあ、そういったことで曲を作っていくような授業になっています。なので作曲演習という名前ではあるんですけども、まあ、こういった機材を使うための説明も行って
います。逆に言いますと、楽器が弾けなくても作曲ができるということなんですね。でこの演習は全員が全員、学生全員がですね、音楽の経験があるとか、あるいは、楽譜を書いたことがあるとか、作曲のその、もう指導を昔受けたことがあるとか、そういうことは関係なしにですね、今日お話ししたようなことをこう踏まえてですね、自分なりにこう論理的に音楽を考えていって自由に曲を作ると、私はこれ以外にも理論系の和声とか、ジャズハーモニーという授業、演習授業を担当していますけども、そういったものを取り入れる、こともいいんですけども、そうではなくって、もっとこう根本的にですね、反復とか変化というふうな観点から音楽を見ていって、私自身この今写真にあるようにここに座ってですね、いろんな曲を分析して学生に説明をしています。でそういったことをこう踏まえて、じゃあ自分だったらこのメロディーをこういうふうに展開させよう、こんなふうに作ると面白いんじゃないかってことを、試行錯誤しながら曲作りを進めて、で最後ここスピーカーがあるんですけども、作った曲をみんなで聴き合うと、で聞いた感想をお互いに、コメントを書いてですね、フィードバックをして、またその次の曲作りに生かしてもらうと、そういった形で授業を進めています。では時間になりましたので、以上で私の説明をおしまいにしたいと思います。